はい、皆様こんばんは、カブくんです。今日はですね、フィギュアスケートにかかるお金と日本のスケート界が素晴らしい理由についてお話ししていこうと思います。このフィギュアスケートにかかるお金とですね、日本の素晴らしさ、日本のスケート界が素晴らしいっていうところの理由がですね、実はあれや同じなんですね。はい、意外とこの2つの意味がわかんない部分、ところも多いと思うんですけれども、実は、この日本のスケート界の素晴らしい点がですね、フィギュアスケートにかかるお金と関係してますので、まあ、そこをですね、ちょっとお話ししていこうと思います。はい。まずフィギュアスケートは多分だけれども世界一高いスポーツなんじゃないかなと思いますね。まあ僕があまり他のスポーツを知らないでいるかもしれませんけれども、印象としてまあフィギュアスケートって本当にお金がかかるスポーツだと思いますね。本当今この写真のようにこういったね、大きなあのなんかお金持ちがいっぱい住んでそうな、なんかあのなんて言いますか、こういう場所ですね。こういった場所に住んでいる人がなんかフィギュアスケートをやってるみたいな、そういったイメージが、まあ、なくはないかなと思うわけなんですね。はい。まあ、フィギュアスケートで成功するためには、お金持ちでないとちょっと無理かなと言ってもいいぐらいかと思います。いや、でも私別にそんなお金持ってなくても金メダル取れました。バイ、キムヨナ。というようなことあります。奇妙な選手はあまりね、お金がなかったそうなんですけども、オリンピックで金メダル、銀メダルを取りましたね。なので、そういう、まあ、お金がなくてもできるんじゃんっていうふうに言う人もいるんですけれども、実は、まあ、韓国はですね、ものすごく選手に援助するっていうのがあるんですね。はい。まあ、もちろん奇妙な選手がすごくね、あまりにも天才すぎたっていうのもあって、だから韓国は、それを見抜いて、奇妙なに援助したっていうこともあるんですけれども、日本はそこまでに、韓国やロシアとかに比べると援助力っていうのは少ないと思うんですね。はい。で、またお金がないと言っても貧しいわけではないわけですね。奇妙な選手も別にすごい貧しいわけではない。フィギュアスケートをやるにはお金がないよねっていう程度だったかと思うんですね。なのでお金がないレベルが違うんですよね、そもそも。はい。宇野昌磨選手の場合は長い時間練習しますね。一般滑走台や貸切代金、まあ、もちろん羽生選手もそうですけれども、一般滑走時に先生に教わるレッスン代金、貸切時に先生に教わる代金、まあ、これ違うんですよ。貸切と、レッスン、普通の一般滑走時にも先生に教わることがあるんですけれども、この2つにもレッスンがありまして、それぞれお金がかかるんですね。本当高いところだと30分3000円っていう風に取りますね。はい。まあ、グループレッスンの場合は、その分安くなりますけれどもね。はい。そして、交通費、スケート代代金、研磨代金、スケート靴磨く代金ですね。遠征費、印象代金、フリーケースに教わるお金。もう考えただけでも、本当に大変なお金になっちゃうわけですね。はい。まあ、本当すごいお金がかかると。1日だけでも本当なくなっちゃうんじゃないかっていうぐらいお金がかかるわけなんですね。はい。で、まあ、ただしですね、忘れてはいけないのは、ある程度努力でお金を賄える点なんですね。というのも、努力さえすれば、一般滑走だけでですね、一般滑走時のだけで自主練をする分に、自主練をすることはできますので、自主練をたくさんすることによって、先生に教わない時間を、その分養うっていうことも、賄うっていうこともできるわけなんですね。で、自主練をする分には、一般滑走代金以上はかかりませんので、練習の虫と言われた宇野昌磨選手は相当な努力を一般滑走時でも積み重ねてきた可能性っていうのがありますね。はい。また遠征費ものすごいんですけれども、上手くなれば、スケート連盟からの援助っていうのもやっぱり出ますので、日本の場合も。なので、まあ、そこまでね、まあ、今となっては確かにいろんなところ、CM とかね、そういったところからのお金もあると思いますから、だからそこに行くまでは大変なわけなんですよね。その援助してもらうとかね、それから人気が出た後に CM に撮ってもらうまでが大変なわけで、そこまで行くのに本当にね、もう本当ものすごい、パーセンテージとしては 0.01% ぐらいしか、まあ、そういうお金の面では成功できないと言っても過言ではない本当に過酷なスポーツなんですよね。で、昔は男子スケーターは数が少なかったんで、まあ、特にその椅子取りゲームの中では、まあ、楽な部分があったんですが、まあ、最近はね、皆様お分かりいただけますように男子スケーターも結構ねスケートを始めてる方が多くて、昔は10人いた中で、まあ、1人かあるいは0人、まあ、つまり30人いた中で1人男の子がいるかどうかっていうところだったんですけども、まあ、最近
近ではいろんなリンクで男子は普通にいますからね。そういった意味で、男子がフィギュアスケートを、ね、始めるのはもう普通になっていると言ってもいいと思うんですね。で、その中で競争率も激しくなってきているので、上に行ってさらに人気が出るのは本当にものすごい競争率の中で戦わなければいけないっていう難しさがあるということなんですね。はい。上昇気流点まで行けば、あとは楽ということですね。上昇気流っていうのはね、空にありますけれども、そこの上昇気流に乗ると一気に積乱雲が発達するのと同じで、ここに行くの、ここが例えば上昇気流点だとしたら、ここに行くまでに諦めてしまって、ヒューって伸びないっていうことが多いわけですね。皆さんすごく努力するんだけども、この上昇気流点まで行かないで、やめてしまう人が本当に多いっていうか、もう本当に多いじゃなくて、やめざるを得ないんですよ。ね。で、この上昇気流点までにたどり着けば、その後はもう何もしなくても、ひゅーっとね、スケート連盟が助けてくれたり、あとは顔が良ければ、それだけで人気が出たりするんで、まあ本当に CM に撮ってもらったりとか、お金が入ってくるから遠征費も賄えるとか、そういった意味、どんどんお金、どんどん相乗効果が良くなってくるんですが、ここに行くまでがめちゃくちゃ大変なわけですね。はい。スケート連盟からの援助が出れば、あとはお金はそんなに大変ではないと思います。援助されるには、羽生選手レベルにまで行ってやっとですから、まあ日本では本当に5人とかそんなレベルですよね。もちろん、まあ数は、ともあれ、まあ強化選手、特別強化選手だとお金のね、違いっていうのはありますが、やはり援助されるには本当にね、もう一握りの中の一握りっていう感じなんで、そこがですね、本当に大変かなと思いますね。まあ日本のスケート連盟もですね、やはりお金をすでにこう集客できるようなイベントをたくさんやっているわけではないですので、お金がたくさん、援助しなさいって言ってもないわけですね。なので本当にこの関係性ってのは難しいわけです。ジャッジにもお金を支払わなければいけないとかね、施設費用もかかる、もういろんなところでお金がかかるわけですね。氷のリンクを維持するにもお金がかかりますしね。なのでお金がどんどんかかるにかかって、イベントだけこう本当に赤字ギリギリなわけですね。そういった中で援助をしろと言っても難しいものがあるわけなんですよね。はい。まあ最近は幕開けというね、会社がすごい出てきてますけれども、そのね、クラウドファンディングでお金を集めて、成功していく選手たちがいますけれども、まあそういったものがね、まあ、フィギュアスケートの後は、後押しになるっていうのはいいことなんじゃないかなと思いますね。はい。で、この上昇気流点というのは、僕はですね、人気点とも呼んでおりますね。人気が出るかどうかっていうところも非常に重要かと思いますね。人気が出れば、先ほども言いましたけれども、コマーシャルに出たりとか、まあ人気が出るということは、それだけお客さんがたくさん来るということなんで、まあ、こうやって、あれなんですけども、集客ができるということにつながるわけなんですね。はい。人気が出ることがですね、上昇気流の沸点でもあるということになるわけですね。まあ、これは、つまりフィギュアスケート界が盛り上がることにつながり、CM の広告ですとか、いろんなところで、登場ができるので、まあ、お金をそこで稼ぐことができると。まあ、お金がね、入ってきても、まあ、スケート連盟に属しているときは、まあ、スケート連盟にお金が回るっていうことがほとんどなんですけれども、まあ、それはね、もう仕方ない部分あるかなと思いますね。やっぱりスケート連盟もお金がね、ちょっとギリギリの部分ありますのでね。はい。まあ、つまり、お金がないから、スケート連盟に認められるくらい頑張り、認められたら、スケートで大成功して、大きな大会に出て、結果を出さなければいけない。そして、人気が出なければ、元は取れないという過酷な競技なわけですね。実は、荒川静香さんもこのようなことをおっしゃってたと思います。元は取れてないと。これまでたくさん使ったお金、ショーとか出たり、それから、いろいろこう CM とか出た、だけれども、それでも、お金、これまで使ったお金の元が取れていないっていう、オリンピック金メダリストですらそういうふうにおっしゃるんですから、本当に過酷な競技なわけですね、お金の面では。はい。まあ、そのお金の云々関係なしに、ただでさえですね、まあ、フィギュアスケートっていうのは、一人で、もちろんなんですけども、大きな氷のリンク、一人でお客さんの前で演技をしなければいけない、もうサーカス以上にね、まあ、サーカスか、ちょっとサーカス、変な、例えが悪かったんですけども、精神的にね、大変な、もんですからね。非常にそれだけでも大変なわけです。なので、お金のことを心配してしまうと、もう本当に選手にとってはもう本当に残酷なレベルですね。ただでさえ、精神的に辛いのに、お金にも心配しなければいけないって、もう残酷ですね。もうそういうスポーツなんですね、フィギュアスケートは。はい。
まあそういうことになるわけです。で、ここまで言うと、なんかフィギュアスケートって本当なんか大変だなと、本当もうただ単に辛いだけだなと思われるかと思うんですが、ここからね、どんでん返しをしていこうと思います。はい。フィギュアスケートで精神的に楽に成長できる環境はお金であるとも言えるというところで少しね、述べていこうと思います。はい。お金さえあれば、どうにかなるわけでもありませんね。やはりお金があっても、才能がなければ、それから練習しなければ、うまくなりません。最低限お金がある程度ね、しかし、最低限お金がある程度なければ、逆にですね、成功することも難しいとも言えるわけですね。はい。つまり、まあ、最低限お金が必要と、うん。まあ、過酷なね、精神状態に追いやられる、このスポーツをやっているだけの心の余裕は、まあ、ないわけですからね。まあしかしですね、ちょっとここから行きますね。日本のスケート界のいいところは、選手に対して責任感をあまり与えないで済むシナリオができているっていうところです。もう一回繰り返しますね。選手に対して責任感をあまり与えないで済むようなシナリオができているところが日本のスケート界の、これ結構僕素晴らしいところだと思います。スポーツ選手としても素晴らしいところだなと思うわけですね。はい。で、ちょっとこれについてお話ししていくんですけれども、援助がないっていうふうに言いました。まあ多少の援助はもちろんありますけれども、ロシアや韓国など援助大国の場合は、もっと国を背負って、演技をしなければいけないわけですね。スポーツに取り組まなければいけないです。なので、もちろん、それでフィギュアスケートがものすごい好きならいいんだけれども、やはり、まあそれ以上に、国を背負って、演技をしなければいけないっていう、本当はそれはもう計り知れないプレッシャーを抱えることになるわけなんですね。で、日本の場合は好きだからフィギュアスケートやってるんですよって結構言えますよね。結構選手たちを見てると、フィギュアスケート好きだから続けるっていう人結構多いですよね。好きだから、理由がお金だからっていうよりは、理由が、なんて言うんだろう、国から、お金をもらってるから、っていう、じゃなくて、好きだから、そもそもフィギュアスケート滑ってるのが好きだから、フィギュアスケートやってるんですよっていう風に言えますよね、日本の場合は。でもこれが、ロシアとか韓国の場合は、そうでは済まされないこともあるわけですね。やはり国から大量のお金をもらったりとかしてることもありますので、なんか好きだからやってるっていう風に言えないことも多いわけです。もうなんと本当ビジネスチックになってるって言いますかね。そういうことなんですよ。うん。なので日本では、スポーツの本当のこの起源、素晴らしい点を忠実に守ってる点があるわけです。私たちは好きだからフィギュアスケートやってるんです。好きだからサッカーやってるんで、そういうような、なんか好きだから打ち込める。そういったところが日本の素晴らしいところだと思うわけですね。はい。援助が少ないっていうのは確かに良くないっていうふうに思っちゃいがちなんですけれども、むしろ、選手にプレッシャーを与えないで済むような環境ができている証でもあると思うわけですね。まあこれはちょっと僕が思うことなんで、他の人はどう思ってるかちょっとわかんないんですけども、はい。まあつまりですね、宇野昌磨選手や羽生選手の演技が心に残るのは、本当に好きでスケートができる環境である。日本でスケートが続けられたからだと思うんですよ。羽生くんとか宇野くんレベルのジャンプを今飛べる選手たくさん出てきてるんですよ。しかし、どうですか皆さん。なんか心に残りませんよね。なんかわかんないけど。何かわかんないんだけど、あれくらいね、もちろんネイサン・チェンは花があるんだけど、他にも4回転ルッツとかすごい技やってる選手いるんだけども、なんかわかんないんだけども、羽生くんと宇野くんって、すごいなんか、オーラがありますよね。人気が出ちゃいますよね。それなんなのかと言ったら、彼ら2人がですね、日本スケーターたちがですね、本当に好きでフィギュアスケートをやってるっていうのがですね、見えてるからですよ。うん。で、ネイサン・チェンさんも多分そうだと思います。本当に好きでスケートやってるっていう感じが見えますね。だからそういったところが、人の心に残って人気が出るんだと思うんですよ。うん。日本の場合は、まあそういったね、本当に好きでスケートができる環境、まあお金をこう援助しないで、ある程度こう自分の努力でできてるっていう部分が、まあ素晴らしい点かなと思いますので、まあ北京で日本はトリプル表彰台決定かなっていうふうにも思いますね。はい。で、その後ちょっと釘を刺すようで申し訳ないんですけども、今僕はロシアは、ね、援助大国って言ったんですけれども、だからね、じゃあロシアの選手は、お金が優先であまりスケートを楽しんでやってないのかって言いたいところなんですが、ところがですね、最近のロシアの女子たちやばいです。スケート楽しんでますね、はっきり言って。方たちは、プルソワとかね、見てますとね、
シルバーコアとか見てますと、なんかね、フィギュアスケートも楽しんでて、しかも、お金のプレッシャー、ロシアからの援助してる、されてるっていうお金のプレッシャーもあるのに、スケートも楽しんで、4回転ルッツとかね、めちゃくちゃやばい、鬼畜でね、神プログラムを、やっちゃう、やって、しかもスケート楽しいですって言っちゃうくらいの選手が出てきてるんで、やっぱ強いなと思っちゃうわけですね。はい。もう、ほんとね、困ります。ただ、男子スケーターに関しては、ほんとね、羽生や宇野選手、羽生選手、宇野選手を、すごいね、一番こう、人気がね、出るっていうのは、やっぱりこういうところがあると思いますよね。うん。まあ、木平選手なんかもね、スケート楽しんでやってる感じがあるので、まあ、そういったところはね、まあ、日本の素晴らしい点だとは思うんですが、まあ、かといって、じゃあ、ロシアは、スケート楽しんでないかといったら、まあ、そうじゃなくて、最近のトゥルソワとかね、見てると、どうやらちょっとロシアにも、なんかさらに、なんかもう、本当もう、めちゃくちゃ大きなプレッシャーを背負いながらスケートが好きですっていう風に言えちゃう選手たちも極限までね、来てるような、そういったね、感じになってきてるんで、そうですね。まあ、どうなるんだろうっていう。まあ、スケートがね、楽しくなるんですけれどもね、フィギュアスケート楽しくなるんだけれども、まあ、ちょっとね、フィギュアスケート免疫がつきすぎて、どんどん皆さんがね、フィギュアスケートの難しい技を求めすぎて、普通は難しい、キヒラさんがやってるトリプルアクセルが難しいんだけども、彼女のジャンプがあたかも簡単に見えてしまいかねない。で、まあ、そこら辺がね、ちょっとまあどうなんですかっていう感じですね。はい。っていう感じになります。というわけで、今日は日本のスケート界の素晴らしさと、フィギュアスケートのかかるお金についてお話ししました。これで以上になります。